ンポン。うめえ。何食べとるん？これです、これ。おったらたらしてんじゃねえよやないか。懐かしいな。最近駄菓子熱が再燃しちゃいまして。ああ、確かに先生、駄菓子好きやもんな。あかりちゃんは駄菓子好きですか？もちろんや。昔は、近所の駄菓子屋でみんなで集まって遊んだもんや。そうなんですね。ああ、そこのスナック菓子を砕いて作るもんじゃ焼きがまたうまくてな。ああ、あのげ。何か言ったか？ごめんなさい。ところで、先生は何の駄菓子が好きなんや？って聞くまでもないか。先生が一番好きなのはあれやな。イエス！一本10円。味も豊富で様々な世帯から、愛されるスティック形状のスナック菓子。太い棒！それはただの太い棒だよ。うまい棒やろ。あとは、とてもイカ臭い。イカ臭い言うな。その食感と酸っぱみが癖になる。さっちゃんかい。垣間見えるドラマ感。よっちゃんいかね？あとはちょっと駄菓子ではないですが、コアラを全面に押し出した、チョコレートお菓子の大定番。コアラのマルチ。ネズミコウの仲間かな？駄菓子はよく学校の遠足とかで持って行きましたね。ああ、あったな。おやつは、一人300万円まで。祭り屋台のおっさんみたいなギャグを言う先生やったんやな。みんなで仲良くお手で絡めてレッツラゴー。言い方がみだな。バスの中でお調子者の男の子が先生に変な質問をするんですよね。ああ、いそう。先生、パンツ何色ですか？やだ田中くんったらエッチねえ。黒のボクサーパンツだぞ。男じゃねえか。先生、ブラジャーはしてるんですか？ははは、先生はしてないさ。胸毛がボーボーだからそれがブラジャーの代わりになってるんだ。いらんいらん。おっさん先生の胸毛事情とかこの世で一番不要な情報やるやめろや。バス降りて遠足地へ向かうとき、やっぱり大人と子供で歩くスピードが違うものですから。せやな。スピードを合わせるために、ふむ、先生に子供を採用しよう。解説法がアクロバティックすぎるわ。先生が子供に合わせてください。でもそれでイライラしちゃう先生もいるんですよね。そんな先生おるんか。その先生、子供に向かってこう叫びました。タラタラしてんじゃねえよ。あ、これオチかな。ありがとうございました。